ぼさんが今ご飯食べているのでちょいと カリカリしてるかもしれないんですけど、ちょっと気にしないでください。まだご飯が結構あるんで、しばらくカリカリ音が鳴ると思うんですけど、ポポさんがご飯食べてるだけなので気にしないでください。気になるかもしれないんですけど、犬がご飯を食べているだけなので。こんばんは。今日はたくさん食べてね。だってたくさん食べてます。ちょっとどれぐらい入るかわからないんだけど、音がカリカリ音が入るので気をつけてください。そう、今日はバンテリンに行ってきました。先ほどまでバンテリンにいました。くまさんとイズリンさんと12期生の松川美優ちゃんと4人で、珍しいメンバーなんですけど、珍しいメンバーで行ってきました。カープはまた負けました。カープはバンテリンで勝てません。ここ最近、なんなら私今年1回も見てないかも、マジで。見てないかもしれないですね。勝てないんだよね。なんで勝てないんだろうね。今日も勝てなくて、本当に勝ってほしかったんですけど、勝てなくて、なんで勝てないんだろうって思いながら、なんでかなって感じなんですけど、勝てなかったです。残念。残念ですね。今年バンテリンで本当に一回も見てないかも、カープが勝つところ。え、今年何回バンテリン行ったか、もう野球行きすぎてさ、今年何回行ったか覚えてないんだけどさ。バンテリンはでも言うてか1、2、3、勝ってないんですよね、一回も。引き分け一回だけ、そうですよね、引き分け一回だけで勝ててないんですよね、カープが。だからバンテリンでもういつもテンテレンテンテンテレンテ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 ンみたいな曲をいつも聴いて帰ってきてますね。あるじゃないですか、勝った瞬間に全部あのライト落ちてライブみたいになって、テンテレンテンテンテレンテンテンテレンテンテレンテンみたいな、あれを見て帰ってますね。引き分けはあるんですけど、勝つところを見てないです。しかもここ最近、前回と前々回両方とも高橋宏斗選手で、今日も高橋宏斗選手で、私3連続高橋宏斗選手です、見に行くとき。そう、いやでもすごい勝てないんだよなって感じですね。今日も勝てなかったです。でもまあ野球を見に行けるだけいいです。私はもう推しには生きてるだけでありがとうって思うタイプのオタクなので、まあ勝ってほしいですけど、カープという存在があるだけで、選手が生きてくれているだけでありがとうです。だから良かったです。今日と明日は
スライリーがね、スライリーが見に来てたんですよ、バンテリンに。私今日スライリー来ることを事前に調べてなくて、知らなくて、途中でスライリーがふわーって出てきて、あーってなりました。そう、スライリーが、そう、ホームの時にしかいないんだけど、なんかたまにマスコット交流みたいな感じでね、出張するんですけど、今日はスライリーちゃんが出張してくれてたのでね、嬉しかったですよ。よしよしよし。今日はお休みっていうわけじゃなくて、今日は普通にお仕事があったので、お仕事をしてから来ましたね。行きました。本当にまあお仕事があってもね、終わってからだったり、この前もお仕事の前に行ったりしたんですけど、お仕事の前か後でも、もうちょっとでも見れたら行こうって感じで行ってるんでね、今日もね。ちょっと今日なんか最近本当に睡眠時間がめっちゃ短くて、めっちゃ眠かったんですけど、もう睡眠よりカープ見る方が元気出るからっていうことで行って、すごい元気をもらって帰ってきました。そして今日夕方ぐらいに発表されたと思うんですけど、あのボムさんの10月号が9月9日に発売されます。イエーイ。全然知らなかったんですけど、裏表紙らしくてそう、そういうのね、全然ね伝えられないんですよね、撮ってる時とか、今回は裏表紙ですみたいな伝えられなくて、今日さっき知りました、そのツイートで、と思って。今回はラブさんとペアでグラビア撮らせていただいたんですけど、本当に今回出れたのファンの人がみんなアンケート書いてくれたからなので、3回目に向けて、3回目に向けてまた皆さんできるように絶対に購入していただいて、アンケートを書いていただけたら嬉しいです。そう、今回はまあいろいろ書いてのところにも書いたんですけど、あの毎回そういう昨日サイリウムの変更をお伝えさせていただいたんですけど、あのサイリウムって劇場で振るだけじゃなくて、こういうなんか衣装とか、衣装を紫モチーフにしたりとか、まあ、グッズをね紫にしたりとか、そういうの結構関わってくるんですけど、サイリウムからって。そう、今回ボムさんの撮影、2回目の撮影するときにはまだねサイリウムカラー紫だったので、紫の水着を着て撮らせていただいてるんですよ今回。まあ、他のショットもあるので、他のね衣装もあるので、それはまた楽しみにって感じなんですけど、そう、今回裏表紙で出てるのは紫のやつで、それもサイリウムカラーが紫だからっていうのが結構関係しているので、っていうことは次からはね赤になると思うので、多分紫の衣装とかは見納めになるかなって思うので、みんな必ず購入していただいて、最後の紫を楽しんでいただけたらいいなって思います。他にもまだ違う衣装のタイプもあって、また今後それは発表されると思うので、楽しみにしていてください。また2回目がね、みんながすごい盛り上げてくれたら3回目が訪れると思うので、それが訪れるようにみんなたくさん盛り上げてください。今はまだアンケート書けないと思うので、ハッシュタグだったりリプだったりでめっちゃ盛り上げてください。今できることは私のポストにじゃなくて、元のポストにありがとうございますっていうことが一番効果的なので、みんな元のねボムさん、ボム発売みたいな、私が元ツイをリツイートしてると思うので、そこにね
ありがとうございます、気は早いですが3回目お願いしますって書いてくれたらそれが一番効果的なので、3回目ができる一番の近道なので、みんなぜひよろしくお願いします。私のにリプしても相手方には届かないので、相手方のリプライに直接ありがとうございますって言ったりとか盛り上げてくれたら嬉しいです。そう、特に最近はね、最近は X でさ、いいね欄が封鎖されてさ、誰が何にいいねしたかわからないじゃん。だからその会社の人とかもいいねが来ても、その私のファンの人がいいねしてくれたとしても、どのファンの人がいいねしたかわからないってなると、あれ冬っぴのファンあんま盛り上がってないなってなるので、やっぱりリプだとね、リンクでリプだとそのプロフィール欄に飛んだりすると何々推しとかのところを見たりして、あ、冬っぴファンの人なんだなって分かったりもするから、そうリプでぜひやってくださったら嬉しいなって思います。そう、よろしくお願いします。あとは周年のグッズが明日までなので、みんな絶対に購入してくださいねみんな絶対に購入してくださいね。今回は赤い衣装ということでもう涙の湘南の衣装なんですけど、似合ってるでしょ、ふっぴーさんは赤い衣装が。だからちょっとランダムはかわいそうなので、ランダムはいいです、みんな買わなくて、個別だけ買ってください。個別は今回は鯉のぼりです。鯉のぼりとアクスタなので、まあ買ってください。まあのぼりというものには反応してしまいますね。はい、今回はふゆっぴちゃん鯉のぼりとふゆっぴちゃんアクスターなので買ってください、みんなミニのぼりじゃないです、あれは鯉のぼりです、あれは。だから球場でこう振ってください、カープが勝った時にあれを買ってね。自分的にも結構あの美獣が漏れてるので、美獣が漏れてるのでね。そう、美獣が漏れてるので、ぜひ明日の12時正午までなので絶対にゲットしてくださいね。そのような感じですかね。あとは何回言おうとしたんだよな。ちょっと。忘れました。なんか言いたいことがあった気がしたけど、もう忘れたからいいや、また思い出したら話す。いっぱいいっぱい、あ、そうだそうだそうだ、それだ。今回ねボムさんで出させていただいたやつなんですけど、あのねメールはね、動画が送れないんですよ。ということで、オフショットの今回動画とかもマネージャーさん撮ってくださってるので、動画とかはバブルに送るので、ぜひ
発売された以降しかオフショットとか載せられないんですけど、あのバブル撮ってくださったら嬉しいですね。あとね、結構メールの画質がね、画質があって前回も言われたんですけど、多分バブルの方が画質いい説あるので、ちょっとバブルの比率の方が多くなるかもですね。せっかく送るやつなら、タワー来たんだけど、何？タワー来たんだけど、なんで？マイケルさん、マイケルさんありがとうございます。そうバブルはそこで初選抜おめでとうございます。ありがとうございます。てかこの前のさ選抜発表の後のさ配信、めちゃくちゃみんなギフトくれてたんだけどさ、ごめんね、書けなくて、もう時間がなかったのと数えきれないギフトでごめんね。でも嬉しかった。またね、投げてくださった人とかをまたお礼するね。こうゆっくりの時はいけるんだけど、すごい量だったからこうやってまたゆっくりの時書きます。マイケルさんありがとうございます。タワーありがとう、みんなもありがとうね、すごい嬉しいですありがとうございます。スクショタイム、ありがとう。すごい、金魚ありがとう。みんな、そう今回アクション出たの、また忘れた、なんだっけな、あそうサイン会のサイン書いてる時にはさ、選抜発表されてなかったからさ、みんなに全然なんかお礼のなんかなんていうの、みんなにさ なんていうのみんなにメッセージこうやって見せなかったのは、選抜のお礼を書いている人もなんか何て言ったらいいんだろう、そのなんていうの、あのリクエストされた人はねあれなんだけど、リクエストないですとかお任せですとか、フッピーの好きなメッセージ書いてねっていう人に対しては選抜のお礼を書かせていただいたんですよ、サイン。だから見せれなくて名前だけねって言ってたんですけど、みんなにそういうのも含めてファンの人たち一人一人頑張ってくださった人たちにお礼のメッセージを、まあ手紙ではないですけどちょっとそういう風に書かさせていただいたので、みんなそういうところでもまああのお礼をさせていただいているので、あのそういうのでちょっとなんていうの、この間のショールームのタワーの代わりといいますか、そこでお礼を伝えさせていただきますね、それに返させていただきますそうた、あの全然フッピーのなんかお任せでみたいな、結構お礼とか書いてたりとかしたから、そこでまたね、前回みんなタワーくれて書けなかったんですけど、そこでお礼を書かさせていただいたのでそれに返させていただきますそう、そうサイン会の時はね発表されてなかったからね。でも本当にあのサイン会みんなに絶対撮ってほしくて、選抜入った一発目のサイン会だから絶対に撮ってほしいなって思ってたんですよ、記念に。だから私がいつもお世話になっているファンのみんなにね、みんながそのサインをゲットしてくれたから良かったです。
でもファンに対する思い、ふっぴはほんまにファンに対する思い、ヤバヤバさんだから、ヤバヤバさんだから結構もう一番考えてますね。どうやったら恩返しをできるかっていうのだけ考えてる。ミスりました。あ、ミスってないと思います。なんか全然違うリクエストを書いてくださった人にもちょっと端っこにそのお礼を書いてたりしているから、まあ届くの待っていてください。10月発売されるからその時に届くか。そうまあそんな感じで届くの、発売日と同時に届くので楽しみにしててね。あと2ヶ月、結構早い MV とかの解禁だったのかな、そうすると SKE って。でも今回すごい自分の中で良かったなって思うのがさ、そのいつも情報解禁日の日にはさ MV 上がらないじゃないですか。 MV とか衣装とか上がらないから全然解禁できないことだらけの中、ありがとう伝えないといけないみたいな感じだと思うんですけど、今回はその発表の日に MV もジャケ写も全部公開、割と公開されたので、なんか言えることがたくさんあって、そういう衣装とかなんだろうな、 MV について触れながらお礼を言えるからよかったなって思います。そう、言えないこととかあるとね、なんかお礼も伝えにくいなって思うんですけど、触れれることがもうほとんど全部出てるから、触れられることがいっぱいあるから、触れながらありがとうって言えるのがよかったなって思いますね。3分だって、3分だ。今日もありがとうございました。いつもありがとうございます。今日ももう終わってしまいますね。残すところ9月もあと4日です。今日もめちゃめちゃ充実した一日でした。もう毎日がすごく充実していますね。ありがとうございます。寝る前に、そうです、寝る前にグッズを申し込まないと忘れるので、明日の正午までなのでね。そう、結構みんな23時59分までって思いがちだと思うんですけど、12時まで、正午の12時までなので、みんなお忘れなきよう。赤いグッズなのでよろしくお願いします。ふっぴさんはもうなんかバブルにも送ったんですけど、蚊に噛まれすぎてやばいです。今日もさっき3箇所刺されました。本当にもうやばい、もう蚊だらけです。体が、はい、ということでみんなも涼しくなってきたので蚊には気をつけましょう。もう毎日必ず1は刺されますね。今日は3刺されました。非常に嫌な気持ちです。ということで最後にランキングを読みます。クッキーさん、しげるさん、カズリンさん、ナスさん、オレオさん、エイ、ホンコンさん、ユミコさん、DN さん、ミナさん、ヨシピーさん、サヤカさん、アボタさん、マイケルさん、ありがとうございます。ありがとうみんな。ではまた明日会いましょう。ガチャガチャしたいです。ではいろいろまた SNS 上げてるので全部チェックしてください。またねー。バイバーイ。